人で東京でオフだったんですよ。明日のお話し会のために一人でオフしてて、東京で本当に一人で東京が初めてで、もうね、いろんなところに行ってきました一人でカフェに行ったんですけど、なんか写真を撮りたかったのね。やっぱりさ、カフェに行ったら写真撮りたいなって思ってたけど、全然誰にも言えずにいたんですけど、そしたら隣の席に座ってた女の子が、なんだっけ、なんか写真撮り合いっこしませんかって言ってくれて、そう、それで撮ります撮りますって言って、そしてなんか撮りましょうかとか、撮りますよとか言い合ってたら、仲良くなれて、で何歳ですかって聞いたら19歳って言ってて、その子とね仲良くなってたくさん話しました。嬉しい、東京でお友達ができた一人でさ、カフェ行くこととかあんまりないからさ、行ってみるとさ、友達とかできるんだなって思ってめっちゃ嬉しかったね。すごくない？友達できるって。しかもたまたま19歳でめっちゃ嬉しかった。そう、なんか私が行ったカフェはレコードを聴きながら飲み物を飲めるカフェで、そう、レコードを聴きました初めてレコードに触ったんですよ。でもすごいやり方とか載ってて、それ見ながらいろんな曲聴いてきました。もう楽しすぎて5時間4時間ぐらいいて、ほんと楽しかった。ずっと聴いてて、でその仲良くなった女の子と話したり聴いたりして楽しかった。東京楽しかった、めっちゃ。でもね、電車が難しくて、ちょっと電車に乗るのがちょっと難しいから、20分歩いてそこに行ったり、なんかもうなるべく電車に乗らないように頑張ったんですよ。だからもうめっちゃ歩いた、全部で1時間以上歩いた、絶対ぐらい歩いたから足がパンパンでも楽しかった。本当はね、夜ご飯になんか有名なラーメン屋さんに行きたかったんですよ、東京の。でもちょっときついから牛丼買ってきました。牛丼、これは松屋さんで買いましたね。ということで、今からご飯タイムをしたいと思います。もうお腹がペコペコで、今日は朝ごはんを食べないでそのレコードのカフェに行って、もうカフェラテしか飲んでないんですよ。あ、チーズケーキも食べた。チーズケーキを食べてカフェラテも飲んで、そこにもう4時間いたから昼ご飯も食べてないんですね。もうずっとレコードを聴いてたから、だからね、お腹がペコペコなんですよ。だからね、どうしても牛丼が食べたくて牛丼を買ってきました。絶対どこでも食べれるけど。そして私はもう一個あります。ちょっと待って、今からじゃーん、これも買ってきました。ちょっとね、本当はもっと東京っぽいのを食べたかったんですけども、歩きすぎても体がバキバキでやばい、きついんですよ、もう。で、昨日も可愛いいとこが東京にいるから、東京のいとこのお家に行って、いとこにたくさんねご飯食べさせてもらいました。美味しかった。よし、作っていきたいと思います。よいしょよいしょ。やっぱ落ち着くね、お家が。お家じゃないけど落ち着く。もう電車もたくさん乗って、電車も全部で
マジ今日だけで1時間ぐらい乗ったし、歩くのも1時間ぐらいしたし、本当にね多分効率が悪い生き方をしたんですよ。でも本当に楽しかった。もうやっぱ一人もいいなって思いました。一人で結構何かするの私好きだから、しかも友達できたのがすごい嬉しくて、もうねずっとねニヤニヤしてた。でそれでねいっぱい写真を撮ってもらったんですよ、その新しいカフェでできたお友達に。いっぱいいっぱい撮ってもらったから今度あげたいと思います本当にたくさん撮ってもらったけど、すごいね恥ずかしかった私が今日聞いた中で一番うわいいなって思った曲はなんだろう。でもバックナンバーさんもそのレコードで聞くとなんかすごいレコードって感じしたし、あとはなんだろうな、何聞いたっけな、あ、宇多田ヒカルさんとかもレコードで聞いたし、聞いたらもうますます、もう全部の曲良かったんだけど何回もその2つはリピートしました。どうしてもね、その、なんて言おうとしたっけ、忘れちゃった。でもね、レコードにそんなのあるの？っていう感じのレコードがいっぱいありました。だから作ってるのかな、そのお店が。どうなんだろう。本当にいっぱいあったんだよね。雨はね降ってなかったかも、あんまり。私がね行った時はね降ってなかったかもしれない。雨やばかったのかな。天気をね全然調べないで行っちゃうんですよ。豆腐入れ忘れちゃった。よし、ご飯いただきます。今日はねやっぱご飯、やもちゃん、くまありがとうございます。ありがくまね、レコードってなんかいいなって思った。福岡にもあったらいいのにな。あるのかな。でもそのね今日仲良くなったお友達はもう他の県から来てるらしくて、その子は今日だけでカフェ4個も回ったんだって。すごくない？負けちゃったよ。いざきが1個おい、あ、つまようじ。いただきます。豆腐を沈めます。牛丼を食べます。おいしそう。いざきはチーズ牛丼の小盛り。いただきます。お、ちょっと冷たくなってるかも。ちょっと固まっちゃった。おいしい、おいしい。やっぱりおいしいな牛丼って。ね、東京のね人かなって思ってたら違って、運命感じちゃった。まだ硬かった。いつもねカップラーメンとか待たずに食べちゃうんだよね。でもさ昨日さカップラーメン食べようと思ったの。そしてお湯も沸かしたのね。そしたらお箸をもらい忘れてることに気づいて食べれなかった。
美味しすぎる。牛丼美味しい。アフロさん、ハートありがとうございます。明日みんな来れそうですか？飛行機とかどんな感じなのかな？大変よね。なんかもうさ、時を止めたいよね。止めてさ、なんか変なこと言ってるよね。でも来てほしい気持ちもあるけど、本当に無理はしないでくださいね。本当に行ける範囲で来てくださったらなって思います。もう安全が大事だからね。そうね、安全が大事だから、もうまた会えるしね。美咲はいつもいるので本当にね、安全にを選んでください。いつでも存在してるからうん、辛いぞ。なくなった、食べてるのに。噛んでる噛んでるよ。でもね、もうお腹すきすぎてやばい、もう止まんない。熱い、9日の逆上がりね、おすすめ本当におすすめ。やばいね、ずっとなくなっちゃう、どうしよう、恥ずかしい、食べてるのに。マサルさん、金魚ありがとうございます。ウゴウゴさん、星ありがとうございます。よいしょ、ずっとキュルキュル言う。やばい、大盛りにすればよかったかな。ちょっと小盛り足りないかも。お腹すいた、クロさん、クマありがとうございます。ありがくま。やばい、スープ熱すぎてやけどしちゃったかも。おいしいな。寒いかも、でもあったかいの食べてるからね、あったかくなってくるよね、きっと。お腹すきすぎて無言で食べちゃう。みんな何食べたの？キーさん、キラキラありがとうございます。豚丼一緒じゃない？私も豚丼、あ、私は違う、牛丼か、間違えた。ねえ、東京のさ、おすすめだったらさ、どこがおすすめ？みんなだったら
東京のさ、おすすめ。いつかね、今度ね、一人で東京楽しかったからさ、一人旅行したいなって思い始めた。結構ね、一人で電車とかも調べたし、行き方も調べたけど、めっちゃスムーズに行けた気がする。スムーズではないけど、もうたどり着いたから、ちゃんとさ、全部。結構すごいな、自分って思った。でもね、恵比寿ガーデンプレイスに行ってみたかったの。恵比寿ガーデンプレイスに行って、あのさ、花より団子っていうドラマわかる？それが見ててさ、ちっちゃい時に、それの時に恵比寿ガーデンプレイスが出てくるのね。それでめっちゃ綺麗だなって思ってて、そこ行ってみたかったんだけど、ちょっとね、きつかった行くの。諦めちゃった。おいしい。諦めちゃった、ギリギリ。ちょっとね、もうね、気づかったですね。目の前にあったんだけどね。そうね、あとは何かあるかな。あれだ、 TikTok も始めました。そう、 TikTok 始めてどうでしたか？なんかさ、撮ってほしいやつとかある？でもね、今日1個撮ったんだ、新しいやつ。楽しみにしててね。なんかさ、撮ってほしいのとかないの？欲しいやつないかな。鹿の子の子の子ってやつ。ありがとうございます。そういえばね、最近ね、なんか前からファンの方とかにも言われてたんですけど、最近ね、劇場のスタッフさんとか、なんかもう本当にいろんな人に似てるって言われる芸能人さんがいるんですよ。なんか性格も似てるし、顔も似てるんだって。誰だと思う？もう本当にめちゃくちゃ最近言われて、なんか劇場スタッフさんにも言われたから、え、そんな似てるのかなと思って。誰と思う？自分ではね、思ったことなかったんですけど、顔も性格もなんだって。
本田姉妹さんはたまに顔が似てるって言われるんですけど、それじゃなくてヒント、女の人じゃないんですよ。それがびっくりなの。男の人に似てるって言われたことなかったから、って思いました。でも本当に最近めっちゃ言われるんですよね、似てるめっちゃって。へえ、似てるかなって思うんですけど、そう、男性なんですよ。確かちょっとあんまり知らなくて申し訳ないんですけど、ジャニーズさんですかね、多分。あ、ジャニーズです、多分。ヒント、ジャニーズ。でも昔から結構ファンの人にも言われてたから、お話し会とかってね、めっちゃ似てるって言われて。みんな分かってないってことは似てないかな。あの、なにわ男子さんの、そう、大橋くんって人かな、大西くんじゃないかな、大橋さんって人似てるらしいです。合ってるかな、名前。大橋さんだった気がする、大西さんじゃなくて。そう、似てるらしい。だからもし目先推しの人は見てみてください。似てるか、ちょっと似てる？めっちゃ言われるんですよ、なんか本当に似てるのかな、なんか性格も似てるし顔も似てるってめっちゃ言われるんですよね。声も似てる？声も似てるって言われる、結構みんなに。本当に似てるみたいな。そう、美味しい。だからもしかしたらね、みんな似てるって思うかもしれないと思って言ってみた。言われてみれば似てる？本当？やばい、足りないぞ、もうなくなっちゃう。やばい、めっちゃお腹が鳴っちゃう。空いてたんだ。みさきのね、願望言っていい？明日のお話し会のね、前にね、ラーメン食べたい。で、さすがにさ、お話しするしさ、顔もむくんじゃうかなと思って今迷い中なんですけど、食べたい、朝ラーメンしたいなーっていう願望。朝ラーメンしたいなー、めちゃくちゃめちゃくちゃコテコテのラーメン食べたいなー、朝。どう、朝ラーメン食べてハイタッチ。朝ラーメンしたい。あー、お腹鳴る。でもさ、ちょっとさすがにね、やっぱ一番可愛い状態で会いたいじゃないですか。だから迷うね。
もしラーメンの匂いがしたら察してね食べたんだなって。最後の一口、見る？じゃーん、もうなんもない。悲しい。これをおいしい。これ、うん、よいしょ。辛い、辛かったぞ。よいしょ。でもね、いとこがめっちゃいっぱいお菓子くれたんですよ。紹介する。バーガー屋さん、上かきごみクランド、ねるねるねるね、グミ釣れた、ポッピ楽しいお寿司屋さん、ホイップケーキ屋さん、カルビーいっぱいある。あ、作ってみる？今から作る？いいんじゃない？作るの。え、作ろう？みんなで。いいね。そしたらちょうどお腹いっぱいになるんじゃない？うん、作ろうぜ。よし、待ってて。よいしょ。手があったんだって忘れてた。作るっていう手がね。何にしようかな。何がいい？ケーキ屋さん。ケーキ屋さんもいいな。どうしようかな。迷うね。お寿司もよくない？司教さん、クマありがとうございます。ありがくま。何がいいかな。なんかせっかくだからさ、なんかさ作るのはいいね。どうしようかな。お寿司にしよう。お寿司にします。全部美味しそうだけど、お寿司にしちゃおう。でもさ、こっちもいいな。ケーキ屋さん可愛いしね。どうしようかな。迷うな。どっちがいい？どっちがいいですか？どっち食べたい？みんな。今日ラピュタあるの？面白いよね。どっちがいい？ケーキ、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 お寿司分かれてる。めっちゃどっちか分かんなくなって引こう。
よし、もうわかんない。行きます。お寿司でした。じゃあお寿司作ります。まず水にお菓子がついたらここで洗う。いくらとれ卵。まずご飯を作ろう。くぼみの下の線まで水を入れます。そこにご飯の素を入れてよくかき混ぜます。ご飯の、まずご飯を作らなきゃいけないらしい。よし、まだ袋ありました。かわいい。なにこれ、シートだって。あ、これ、え、ハサミがない。まあ、いっか。このあー、ご飯に入れたいのに、ここにご飯置き場にハサミがない。え、つらい。ハサミない。ショック。まあね、ちょっとこうギリギリ開けよう。ああ、いい感じいい感じ。おお、オッケー。じゃあご飯置き場とかはちょっとないですけど、あ、これでいいや。ご飯の、ご飯置き場。よし、作っていきたいと思います。うわ、ご飯の素。トレー1のくぼみ下の線まで水を入れます。トレー1のくぼみの下の線。くぼみの下の線ってどこ？あれ？水を入れます。そこにご飯を飲むあと水を入れます。くぼみの線まで。ストップ。入れたら。ご飯の素を入れてかき混ぜるらしい。カイカイさん、星ありがとうございます。ご飯の素を入れまーす、ね、職人だから。うわ、こんなんか、職人だからね。うわー、美味しそう。ご飯だ。よいしょ。なんかソーダの匂いがする。かき混ぜます。わっ、こぼれちゃった。ちょっと難しいぞ。うわー、すごい。わーお、ご飯見て、めっちゃご飯っぽくない？あ、こぼれちゃった。なんか眠たくなってきた。ご飯が、見て、本当にご飯だから。いい？ご飯じゃない？すごい。かき混ぜます。よし、ご飯できた。まとまったらご飯置き場に置いとこう。あ、キャー、はみ出ちゃった。キャー。じゃあまとまったんで、ご飯置き場に置きたいと思い、でもちょっとご飯置きはハサミで切れてないから、卵トレーにこらせまで水を飲みます。一回卵を作ります。先に、よし、卵の素とはここね。卵に、この線まで水を入れます。卵のところに水を入れまーす。わ、もう全部一気にしよう。マグロの素にも入れよう。あとは
と前後に入れるわけね。私ちょっとめんどくさがりが出ちゃった。一気にやっちゃうんですよね。結構ね、めんどくさがり屋が出ちゃうんですよ、いろんなところで。ダメだよね、めんどくさがったら。結構効率が良くないとね、効率よくしたくなっちゃうんですよね。はっはっはっは、美咲流でやっちゃうんですよ。いつも出てますよ、やばい。出てる？マグロ全部一気に作っちゃいます。説明をちょっと読んだら、よい子は真似しないでね、一気に作っちゃうの真似しないでね。あ、水を絶対多く入れすぎちゃった、やばい、固まんない問題になっちゃった、ふざけてたら。え、待って、待って待って、やだ、ショック。え、待って、やばい、固まらない、水入れすぎちゃった、やばいぞ。え、これ固まる、本当に。あ、5分待つと固まるらしい。よかった、なんかおかしいと思った。5分待つから固まってね。びっくりした。ちょっと食べていい？うん、おいしい。やばい、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 固まっちゃった。次は、待って待って待って、この感動をみんなに教えたい。固まっちゃった。次は一気に入れるから、やらかしい。5分経つ前に、あっはっ、やばい、やっぱり効率悪いとかいう問題じゃなかった。ああ、やばいよ、待って、全然伸びてくれないし、卵に入っちゃったマグロが、やばいやばい、ピンチピンチ。急げ急げ、いけいけ、今回でいいかな。うん、おいしい、いちごだ。そしたら、イクヤの横の線まで水を入れます。B にイクヤの素 A を入れてよくかき混ぜます。イクヤの素 A、待ってね、もうすぐできるから。みんなお腹空いたでしょ？お腹空いたよね。ちょっと待っててね、もうすぐ出来上がるから、みんなが空いてると思って急いで作ってます。こちらやっぱね、大事なお客さんを待たせられないんでね、待ってくださいね。みんなを待たせるわけにはいかないんだ。おい、キャー、まずこの感動をみんなに見せたいのにさ、全然見せてないよね。待ってね、酸っぱ、何これ、酸っぱ、待ってね、あー、オーマイガー、待って待って、キャー、こぼれちゃった。
みんなにこの感動を伝えたいね。どうやって伝えよう。待ってね。なんかすごい現役の味が。待って、見てね。いや、ちょっと危ないな、これは。あ、わかった。じゃあ手元を写します。待ってね。じゃん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 。今からイクラを作ります。スポイトで吸引して、ここにポタッ。こうするとイクラが出来上がります。あ、ちょっと失敗しちゃった。見て。難しい。よいしょ。楽しくなってきた。シュール。違くなってる、やばい。出てる。できた。うわ、できました。そしてスポイト B のスポイト半分ぐらいの水を吸って、スポイト半分ぐらいの水を吸って、醤油の素に入れます。あー、スポイト半分ぐらいの水を吸って、え、どういうこと。ん、スポイト半分ぐらいの水を吸って、醤油の素を入れます。一旦醤油は後でいっか。ご飯を握ろう、職人のコツ。ギュッて握るらしい。ご飯を作っていきます。うわ、なんかすごい。職人の技でご飯を作ります。どう？ご飯、ご飯。そしてマグロはどうやって炊くんだろう。まず何食べたい？卵？オッケー、卵ね。うわー、すごい。結構シャリちっちゃめ、具たくさん。見て、卵です。ほら、めっちゃ卵じゃない？すごい、すごくない？結構シャリがちっちゃめ。いただきます。
美味しい。黒さん、クマありがとうございます。めっちゃ美味しい。次はマグロでいきます。みんなが食べたいと思うんで。これは大トレです。大トロ。あ、ごめん、食レポしてなかったね。食レポしなきゃね。じゃあ今回もね、握っていきたいと思います。お客さん、わさびはいりますかね。わさびいりますか。まあ、いらないですね。 OK です。じゃあ大トロ。きゃー、大トロは結構プリプリしてます。こんな感じ。プリプリしてない？あ、やばい、崩れそうだから食べます。きゃー、待って。うん、美味しい。これはグレープの味がします。おかしいか、マグロの味がします。マグロだ、めっちゃ美味しい。じゃあ次はイクラを作りたいと思います。え、海苔？海苔もあった。イクラは、イクラは海苔も一緒に作んなきゃダメらしい。海苔も作っていきたいと思います。やばい、ちょっと難しいな。こんな感じかな。海苔、ご飯取って、もうちょっと大きい方がいいか。わー、海苔で挟みます。お、ナイスサイズじゃない？見て、できた。そこに、やばい、性格が出ちゃって、イクラがぶよぶよ。わあ、落ちそう。え、本当にリアル。見て、めっちゃリアル。やばくない？落ちないように。で、落ちないように。見て、イクラ、やばい、手についている。わー、潰れちゃった。ちょっといただきます。うん、美味しいな。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。こぼれる。うん、プチプチの食感、食感がプチプチします。じゃあムカマグロを、こうやっぱね、やっぱ卵にします。いや、マグロにします。結構職人なんでね、パパパッと作って、マグロの出来上がり。これが難しい。うんうん、マグロ、そして卵で、お客さん、イクラに卵乗っけますか？イクラ卵に行けますか？おい、卵の上にイクラを乗っけて差し上げましょう。楽
卵いくら、卵いくら、可愛くないこれ。いただきます。ということで、お寿司も食べてお腹いっぱいになった。お腹いっぱい、ごちそうさまでした。美味しかった。ちょっと手がめっちゃ汚れちゃった。ちょっとさ、一瞬待っててくれたりする？ちょっと一回手洗ってくる。よいしょ。待って、寒い。ちょっと寒いよ。よし、皆さんお待たせしました。帰ってきた。美味しかった。全部食べちゃったからこっちに置いておきます。待ってね。寒い。寒いよ。クーラーつけすぎちゃった。寒い。何度？21度だった。寒い。切ってはつけ、切ってはつけの繰り返しをしてます。クーラー消した。何、浴衣花火って。リンカがね、夜ご飯何食べたって聞いてくれた。今 LINE で、 LINE が来た。リンカと LINE をしてます。リンカがね、東京楽しいって聞いてくれたの。優しい。牛丼食べたよって言おう後で。お寿司と牛丼食べたよって言わなきゃね。眠たい。昨日は、今日ねめっちゃ早く起きてね、本当は代官山に朝ごはんを食べに行きたかったんだけど、さすがに起きれなくて疲れてたから、お昼に起きちゃって。そう、お昼に起きちゃった。そのね、東京に来る前もね、ちょっと移動をしてたんですよ。だからね、もうちょっと移動だったから、もうめっちゃ眠たかった。香港のジャッキーさん、かわいい、ありがとうございます。ヤフミチャンネルさん、ハートありがとうございます。あ、ミス。でも私がね、
行きたかった代官山のカフェは朝カフェ、なんか1日5食限定だったから、もうさ5食ってやばくない？5人組がさ私より先に来たらもう食べれないじゃん。だから結構なリスクだったから行かなくてよかったかもねせっかく行って食べれなかったらショックじゃない？めっちゃ。ともはんさんハートありがとうございます。しげもんさんハートありがとうございます。しぎょうさん金魚ありがとうございます。結構ねハードね、5食だったら結構危なかったね。そうスローガンね採用されました、私の案が。博多魂を燃やせ、いいでしょ。博多の博多間違えちゃったけど漢字。仕事辞めようか悩み中。あらら、リサキが何でも聞くよ。何時に寝ようかな今日。なんか声が聞こえる。そうね、 TikTok はコメントもできる、返せるから嬉しい。今日ラーメン食べたいな。リサキも食べに行こうかな。さすがにやばいよね、牛丼お寿司ラーメンは食べたいな。でもねちょっと我慢する。やっぱりなんかさこの休みの期間の間にさメンバーで流行ってるじゃん今、メイクこれこれこれは何使ってるってやろうと思ったんだけどね、めんどくさがりが出ちゃった。結構大変じゃないあれ、目はこれを使ってて口はこれを使っててっていうの。でもみんな楽しいよねそれね、やるのね。私はアイシャドウは何も塗ってません、実は。いつもここに下だけ塗ってます。そして口はリップを塗ってますでチークして眉毛してまつ毛もあんまり上がってません、上がんないんです全然って感じかな。リサキのメイクはいつもここ塗ってないからさ、メンバーとかにメイクしてる？って言われますいつも。でもねここに塗らないのが結構ポイントかも。結構ねいい感じになります目が。ここの下を塗った、ここは塗らなかったらちょっとわかる？なんかちょっとさ良くない？下だけちょっと色あるみたいな。でも本当に目あんまり見えない、何も塗ってないかな。こう下もあんま見えないかな。ここにキラキラ塗ってるけど、チークをいっぱい塗るのがポイント。
可愛くない？ここがピンクだったら。リンゴ色。でもいつかさ、できたらあれするね、メイク紹介。メイク紹介しっかな。ラピュタ合ってるのか。今日もラピュタを見ながら寝ようか。一人だったらさ、ホテルでお風呂に入るのめんどくさくなっちゃうよね。今何時かな。9時33分か。全然早いね。今日は早め。なんか東京っぽいさ、購入品紹介とかできたらよかったんだけどさ、東京っぽいの何も買ってなかったわ。今日ね、ラテメガネをね持っていたんだけどね、一回もつけなかった。今つけてみる？よいしょ。持っていたのね、カフェでつけようかなと思って一回もつけなかった。どう？反射して見えないけど、こんな感じの伊達メガネ持って行ったんですよ。でも一回もつけなかった。意外とつけたらおしゃれだったかな。こんな感じ撮ったらおしゃれだったよね。いい感じ、めっちゃ。ここにつけてもおしゃれよね。あー、おしゃれおしゃれ。おいでね。サングラスもね持っていこうと思ったんですけど、サングラスはかっこいいよ、めっちゃ。これはちょっと恥ずかしいんだよね。なんかちょっとサングラス結構でかくない？濃いよね、めっちゃ。これでさ、これサングラス取った瞬間にっていうかっこいい顔をしたら、どんな風にしたらかっこいいんだろう。サングラス取るときこんな感じの顔。キャー、ミサキ様になっちゃう。サングラスで配達違いしていいの？顔見えなくていい？こんばんは、こんばんは。お寿司終わったよ、もう。
全部食べちゃった。りょうさん星ありがとうございます。なんか反応が良くなってきた。こんばんは、こんばんは。ミッチーさん星ありがとうございます。やばい、今日聞いたさレコードの音楽がずっと耳の中に流れてる。ずっとこうなっちゃう。今日の目標は早めに寝よう。12時前には寝ようかね。寝ようか、一緒に。12時前目標にしよう。いつも荷造りは朝しちゃう癖があるからさ、今日は夜しようと思う。頑張って夜しなきゃね。寝坊したらダメだからね。でもリサイキの分は結構遅めだから朝ラーメン行けちゃうかも。どうしようかな。結構遅めの分だからさ朝カフェができちゃうわけですよ。どうしよう、朝カフェにするか朝ラーメンにするか。キャー迷っちゃう。結構前髪薄くなったよ、また。前髪薄くなったり行き来してる。結構薄くない？今こう広げたらこんな感じ。ね、ラーメン食べたいね。朝ラーメンみんな食べてきてくれない？そしたらさ気にならないじゃん。はやたさん、タコありがとうございます。じゃあみんな食べてこようね。わかった、言ったからね。食べる予定の人いた。あと10分ぐらいで終わっちゃおうかな。寂しい？一緒に帰ろうって時間を決めたんだ。チャン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 、あのルル終わらせて待っていた。欅の木のその下で心を決める。夏の前恋が始まりそうで、僕は急に臆病者。夏の前、この前できて嬉しかったな。あとひまわりもね、ユニットでした。大きい声で歌ったら隣の人に聞こえるかな。夏の前って。K-POP の新曲は好きな感じの曲？うん、めっちゃ好きな感じの曲。めっちゃ、いや、どこまで言っていいのか分かんないな。めっちゃいいよ。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃめちゃくちゃ。
ああ、このカラオケ機能には夏の前はないんだ。ありそうだけどな。ないのかな。なさそう。ないね。なかったみたい。そういうことフェブラリーはある。テラリー君に会えるリーの意味。夢見る K4 もなかった。なんか歌ってみる？何が歌ってほしい？今日はね、イヤホンがあるんだ。ちゃんとあったっけ？待って、あったかな？どこ置いたっけ？イヤホン。あったー。あ、虫のバラードあるかな？確かに。歌ったことないっけ？ここで。ちっちゃい声で歌うじゃん。あれの人聞こえるかな。すぐにそんな聞こえないよね。じゃあちょっと探してみよう。待ってね、探してくるね。なかなか
て、あれ歌おうよ。じゃあオーガスタでさ歌ったさ昆虫クッキーを歌おう。歌えるかな。オーガスタも感じよっか。じゃああ、アイステラブルみたいな。じゃあいった。オーガスタの時はね、オーガスタって言ってたよダンスの先生がね、オーガスタっていいなって言ってた。あとはなんかあるかな。オーガスタはね、12秒もねさあちゃんとダブルセンターをさせていただけてめっちゃ嬉しかった。んー、なんかあるかな。今探し中です。待ってね。あ、最近デモデモの涙ねしたかったんだよね。でもね、できなかったんだよね、結局。テモテモの涙歌ったことある？今コメント見れないんだと。ないっけ？歌ってみる。パジャドラを、パジャドラのテモテモしてる気分で。ひまわり歌ってほしい？ひまわり？どっちがいい？テモテモか。ひまわり？じゃひまわり歌おう。待ってね。ひまわり。あるかな。だから結婚したか。はーい、あるかな。ないかな。ひまわりないかもしれない。ないかも。そんな。クロさん、クマありがとうございます。ありがクマ。なかったひまわり。悲しい。歌いたかったね。風にってね。ないね。結構ね、ないのあるもんね。なかった。あとなんかある？歌ってほしいの。ひまわりなかったです。
の前もね、なかったんだよね。夏の前もなかったな。じゃあこれにする？結構懐かしいんじゃない？私はやってみたかったけどできなかったやつ。歌ったことあるかな？もし間違えたらごめんね。わかるかな。やったことないからもしかしたら歌えないかも。歌えるかな。見たかったんだよね。でもね、最後までね、虫のバラードだったんだよね。これめっちゃ可愛いよね。これをね、やってみたかったけど歌ったら意外と歌えなかった、ね、いつかしたいな、もう一回。キボツボ、キボツボ楽しかったよね。キボツボ、誰とユニットやりたかった？みんなとやりたかったな。全員としたかったな。恋をすると、虫のバラードも楽しかったな。まだ逆上がり公演出してないからね。どうなんだろう。しぎおさん、たなびありがとうございます。でもね、希望通り公演の時の虫のバラードはさ、いつもの声と出し方変えてたからさ、歌の先生に教えてもらって、結構お腹からうおーって声出す練習してたけど、最近してないから前みたいの歌声できるか心配。俺はのね、オーが大事なんですよ。もっとちょっと強くね、俺はって言わなきゃいけないんだけど、できるかな。みずやん、くまありがとうございます。ありがくま。そう、虫バラ懐かしいね。俺は一人で、一回歌っとこうかな。ちょっとさ、練習させてやるか分からんけど、できるかな。同じ歌い方、もう一回したくなってきた。そう、壁を触るのがね今見たらめっちゃ面白いよね。壁触ってたのやばいね。はい、壁触ってたな。でも次やるときはさ、もうちょっと違うの、虫バラをしたいからさ、ちょっと頑張ろう。壁掃除？え？壁掃除って何？先の虫バラをまとめたい。見てね、いつか。いつかするかもよ。レイニアクマありがとうございます。ありがくま。そうね、早田さん、いいね、ありがとうございます。
ンジアン、クマありがとうございます。ありがくま、そうだよ、虫歯当たってたよ。エモかった。ほんと、じゃあそろそろ虫歯当たったしお風呂入ってこようかな。今日は早く寝てみんなとお話するからね。じゃあランキング読みます。13位がみずやん。みずやんありがとう、いつもりさきってやってくれるの嬉しいよ、ありがとね。12位がやふみちチャンネル、にゃんちゅうさんありがとうございます。なんか初めて見たかも、ありがとう、来てくれて、また来てね。11位がハピーチスライムさん、ハピーチさんありがとうございます。ハピーチさんいつもショールーム来てくれてありがとう。虫歯どうだった？10位がイッチーさん、イッチーさんありがとうございます。イッチーさんは最近はキティちゃんだって来てくれてありがとう、似合ってるよめっちゃ。9位が豊野国夫さん、豊野国夫さんありがとうございます。豊野国夫さんいつも公演来てくれてありがとね、いつか虫歯を歌うとき来てね。8位がマスルさん、マスルさんありがとうございます。マスルさんもいつもショールーム来てくれてありがとう、たくさんするからまた来てね、ありがとう。7位がちーさん、ちーさんありがとうございます。ちーさんオーガスタでたくさん写真撮ってくれてありがとう、ありがとね。6位がヤムちゃん、ヤムちゃんありがとうございます。ヤムちゃんもいつもショールームも来てくれて公演も来てくれてありがとう、また待ってるわね。5位がフランさん、フランさんありがとうございます。フランさんもめっちゃショールーム来てくれてありがとうね。フランフラン好き私。5位がしぎょうさん、しぎょうさんありがとうございます。しぎょうさんもオーガスタ来てくれてありがとう、一回前に行ったよ。4位がヘタッピー、ヘタッピーありがとうございます。ヘタッピーもいつも公園来てくれてありがとう、いつもすぐ見つけれるよ。3位がクロさん、クロさんありがとうございます。クロさんいつもあのさ、クマのうちわ持ってきてくれてありがとうね、ありがとう。お兄がみずやん、みずやんありがとうね、リンゴとかしてくれてありがとう、ハート。1位がレイニア、レイニアありがとう、いつもたくさん来てくれてありがとう、あ、スタコレとかたくさん送ってくれてありがとうね、見てるよ、ハート。順位変わったね、誰読んでないんだろう。あれ全部読んだよね、全部読んだよね、読んでない？全部。全部読んだか問題って出てきた。あ、読んでない人いないかな。でも読んだのは読んだ気がするな、みんな。呼ばれてない人。呼ばれてない人いるかな。いないかな。いないかな。じゃあみんなありがとね、来てくれて急に。一人でホテルが怖くなくなった。ありがとう。じゃあお風呂入って寝て明日会おうね。バイバーイ。気をつけてね。明日安全に来てね。おやすみ。バイバーイ。あれ？綺麗な子になっちゃった。バイバーイ。